今、企業からの相談は、ウェブ社内法の、えー、取材と編集を BPO、アウトソーシングできないかという相談があります。今、ここに並べたのは、ウェブ社内法のインフラを投稿する会社を、えー、見つけました。まあ、価格としても、ば、えーま、ちばちな価格があるわけですけど、えー、それを見比べて、えー、彼らはインフラを提供するだけですから、中身の編集作業だとか、 動画撮影だとかは私たちの範疇になるのではないかと考えております例えば社長は時あるごとに Vlog で短いメッセージを流すことによって全社員に社長と会長の思いがこう伝わるわけですね例えば事業部長だったら今回こんな商品を 考えているのでお客さんの意見を聞いてくれというのを出すと、それぞれの担当者はお客さんのところに説明に行って、どこの部署のどの担当の人はこんな意見だったよというのがメールで集まってきたら、どんなにスピードアップするのではないでしょうかと、ウェブ社内法をえパソコンで、社内の欄でやっているケースが多いと思いますけど、今は在宅が増えたり、そして、 タイムリーな情報はスマホからアップしたりという時代に来ましたぜひこの7つ今選んだウェブ社内法のインフラを利用して私たちのメッセージを全社員に共有できるようなお手伝いができたらと考えております